はい、オッケー、ケトス乗ったね。命の大樹の北にある錆びれたとは、あ、びっくりマーク出てんね、ご親切に。よし、じゃあ行きましょうか、早速。命の大樹の、これか。忘れられた地、ああ、忘却の塔やね。忘れられた塔。うわ、なんかありそう。よっしゃ、行きますか。めっちゃ静かやな。アイテムある。虹色の布切れ。あ、え、通貨いっぱいおるやん。うわ、いっぱいおる、いっぱいおる。気持ち悪い。うわ、てか立派な塔。すげえ。ここに何があるっていうんやろな。てか4つか、うわ、登ってる登ってる。うわ、神秘の歯車手に入れたから。うわ、てかめっちゃおるやん。よう見た、めっちゃおるやん。気持ち悪いな、これは。え、なんか増えてない。え、どんどん増えてない。やば。うわ、すごい。よし、じゃあ行きますか。鍵穴はどこにも見当たらないようだ。あ、くぼみにはめますか。おお、こういうギミックと隠し扉みたいなロマンがあるよね。光ってんね、光に光ってんね。おお、道が開かれたぞい。ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。うん、早速先に進もうかの。行くぞい。いや、何が待ってんねやろ。マジでベロニカ生き返るんかな。いや、怪しいぞ。うわ、出た。こいつ、うわ、ついてきよった。これ狙ってたんかな。うわうわうわ、あいつなんやろマジで。うわ、なんやここ。すげえ、忘れられた地にある忘れた塔を登ろう。行くか、とりあえず。なんかギミックあるんかな。なんやこれ。うわ、ギミックあるね。どこまで行くね。操作できるわけではないな。すげえ。あー、これでいろんなとこ行けるんか。うわ、なるほどね。これこっちやな、多分。特に。ないよな。普通に行くか、進もうか。何があんねやろ、ここに。いや、あの四つ族がマジで気になるわ。ベロニカが生き返るよりも気になる。正直。オッケー。で、多分青いとこ進んでいけば上に上がれるよな。あ、ええとこしえの神殿、何それ。でお前何長いクソ長いねんけど。何これ何これ。ヨッチ族の長、細長。私は時の番人、時の行く末を見守る者。時の番人、時の番人。あんたは一体何者なんだ。私は何者でもありません。うわ、ただ時の流れを見守るだけの存在。存在。
すごい。時の番人よ、この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。うん。私たちには蘇らせてほしいかけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください。過ぎ去りし時を求めてってそういう意味。ここでタイトル回収されんの？あ、この先にある祭壇には時のオーブ、時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。ほう。その時のオーブの力を使えばあなたたちの願いも叶うでしょう。ですが。マジか。ですが、ですがが早かったな。叶うでしょうから、ですが。あなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか？覚悟？覚悟？なんか代償があるんか？どういうことだ？時のオーブとは、失われた時の化身が遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の結晶。はいはいはい。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、すべてが過去に巻き戻るのです。なるほどね。魔王復活するやんじゃ。仲間を蘇らせたければ世界の時を断ち切らなければならない。失われた時を求める、あなたたちがしようとしているのは世界にとって大きな選択なのです。過去に戻るってことか。お姉様を復活させるにはこの世界ごと時を巻き戻すことになる。それと一緒やんな結局。世界ごと過去に戻る。あ、でも記憶はそのままなんか。もしかすると、あ、いや、しかし、もし、もしその話が本当だとしたら。うん、なんか辻褄合う。大樹が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることができるのではないか。なるほどね。そうすればベロニカだけじゃない、あの日失われたロトゼタシアの全てを今度こそ救えるかもしれんぞい。はいはいはい、そういうことか。おそらく今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、あなたたちが望む世界が闇に覆われる直前に戻ることもできるかもしれません。はいはいはい、いや、都合はいいね、それ。レベルとかそのままで戻れるんかな。世界の運命を分けたあの日に戻り、めっちゃ現実的なこと言ってもったけど。ウルノーガをこの手で止められるなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。ええ、あ、結構みんな。残念ですが、あなたたち全員が過去に行くことはできません。うわ、マジか。一人勇者だけ。時のオーブを壊すには全てを断ち切ることのできる大いなる力が必要です。あ、勇者だけっぽいな。一人のような力はおそらくこの世界で一つしかありません。勇者やね。それはあなたの持つ勇者の力です。いや、勇者偉大やね。あなた、名前は？そうなのですね。喋ってないけど。あなたが持つその勇者の剣を持ってすれば時のオーブも砕くことができるはず。なるほど。でも俺だけやろ、戻る。それができるのはあなただけだ。そう、過去に戻ることができるのはあなただけなのです。え、ってことはウルノーガとかも一人で倒すってこと？ちょっと待てよ。過去に戻ったこいつはまたここに戻って来られるんだろうな。戻る前提。一度過去に戻ればおそらく二度とこの世界には戻ってこられないでしょう。それに、それにが早いでしょうからの。壊れた時のオーブが暴走すればねじ曲がった時の渦に
飲み込まれてしまうかもしれない。マジか。時の渦に飲まれてしまったら、彼は永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。リスク高。そんな。かけがえのない仲間と別れ、たった一人で過去に戻る。あなた自身もどうなるかわからない。はいはいはい。それでもあなたには失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか。そういうことか。この選択はあなたが決めるのです。覚悟ができたら時のオーブが待つ時の祭壇へ。うわどうしよう。これさ、なんかレベルとか引き継いで戻るんかな。うえー、マジか。みんなと離れ離れなんねや。おー、それはやばいね。ちょっとどうしよう。いやー、まあ行くか。行こう。行かせるわけにはいきません。止めてくれんの。どういうことどういうこと。ちょっとみんなに話聞きたいな。あなたたちは魔王を倒して世界を救った。もう十分スキルと頑張ったじゃない。私もう嫌な。これ以上大切な仲間を失うのはあなたまでいなくなってほしくないわ。はいはいはい。お前は過去には行かせられない。なぜ俺は過去に行けないんだ。この手、ウルノーガの野望を止められずに、ここで手をこまねいているというのか。ああ。ハックな運命はいつもわしから様々なものを奪う。しかし今度ばかりは止めねばならん。この一度だけ年寄りの我が物を聞いてくれ。お主までいなくなってわしは。ああ、みんな。ごめんなさい。とてもあなたの決断でもこれだけは認めるわけにはいきません。いなくなったお姉様の分まで絶対にあなたを守ると、私は髪を切った日、そう誓ったのです。いやー、そうやんな。まあ、でもベロニカも復活するしな。もしここで行かせてしまってあなたの身に何かあったら私はきっとまた後悔することになる。だからお願い、行かないで。私はあなたまで失いたくないわ。デカミか。お前は本当にそれでいいのか。時の番人が言ったように過去に戻ったらもうこの世界に戻ってこられない。お前だってどうなるかわからないんだぜ。それでも、それでもお前は過去に戻るっていうのかよ。まあでも、こっちでできることもなんかあるんやろうけど、ちょっと先に進みたいな、俺は。ストーリー、進めたいな。行きましょう。負けたよ。お前はおっとりするようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ。まあさすが相棒って感じやな、カミューは。さあ行きなさい。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。いやー、ちょっと悲しいな。どこまで戻んねやろ。行くか。覚悟を決めたのですね。では私の知りうる限りのことをあなたにお伝えしましょう。はいはいはい。時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのは、おそらく、あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、はいはい、冒険の記録ね。あなたがこれまでに得た戦いの経験、レベルか、レベルはそのまま。そして、
時の祭壇の周りを回っている。悠久の金庫の中身のみ。中身のみ、何それ。何それ、初耳やねんけど。悠久の金庫はあなたと共に時を遡ることができる世界で唯一の存在。おお。あなたが時の王を壊した時、時計のあれと一緒。あなたたちの持ち物と袋の中身はこの悠久の金庫の中に入り、はいはいはい、あなたのこれからの冒険に必要なものを過去へと運んでくれるでしょう。あ、なるほどね。道具も持っていけると、装備と。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、はいはいはい、あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはずです。ここで、ああ、そういうことか。ゲットしたしな。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。魔王の剣使うんや。おもろいな、それはそれで。さあ、私の知り得ることはここまで。過去へと旅立つ準備ができたら、時のオーブの前へどうぞ。はい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 。オッケー。はい。カミューのストーリーかな。これ見忘れてたんで、戻る前に。いるんだろ、出てこいよ。マヤ。嫌だ、絶対に出ていかない。俺はもうずっとここにいる。世界が平和になったってのに、一体お前は何を拗ねてるんだよ。うん、別に拗ねてないし、ただ神父の話を聞いちゃっただけ。何？俺、目覚める前のこと覚えてないけど。はいはい、あ、そういうことか。魔物になって大暴れしてたんだってな。町を襲った上に兄貴たちにまで。それはしゃあないよ。どうせ兄貴や兄貴の連れも俺のこと迷惑だって思ってんだろ。まあ嫌われるのは慣れっこだけどな。いや、悲しい人生やな。おわ、こんなとこに金が落ちてるぞ。あ、金、どこどこ、どこに落ちてるんだよ。兄貴、おもろいな。悪いんか純粋なんか。そうそう、そんだけ図太いのがお前らしいぜ。うじうじしてるなんて柄じゃねえだろ。騙したな、バカ兄貴。俺は兄貴に嫌われたかもってこんな悩んで。かわいいな。本当にみんなのことを思うなら、さっさとその体を治せよな。みんな心配してるんだぜ。それにお前の体が治らないと、いつまで経っても宝探しの旅に出かけらんねえぞ。あれ、体治ってないんか。宝探しの旅。そうさ、今度こそ二人で世界中のお宝を探しに行くんだ。だから早く元気になれよ。うん、ええやん。犯罪やけどな。しょうがないな、兄貴がそこまで言うんだったら一緒に行ってやってもいいけど。全然全然。たく、困るな。可愛いけど。やった、ツンデレやな。ちゃうわ、デレツンか。どっちでもよ。よし、後戻りはできません。行くか。時の番人の名のもとに、あなたを過去へと導きます。前へ。待ってくれ。あ、みんな。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。うん。だがしかし、
お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。と、これ一緒のストーリー進めるんか。もうグレイグったら、堅苦しい別れなんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。分かってんな、さすがに。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。うん、あなたなら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。いや、いいね。さあ、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。立派な顔つきになったの。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。はいはいはい。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。あー、せーにゃ、かわいいな。私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。うん、オッケーオッケー。だから、あー、泣いてるやん。また私のこと探し出してくれますか。いや、純粋かよ。遺跡みたいなところで寝てたくせにな、最初。これどっから始まってどういうストーリー展開になるんやろな。時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。全く同じ展開にはならなそうやけど、ウルノーが止めれたら。それでヨッチ族が出てくるって感じ。あの黒いやつ。さあ、過去に行くで。あー、壊れた。もろ、魔王を倒した剣がもろ。待ってくれ。みんな寂しいよな。俺たちはもう一度お前と旅をするからな。ウルノーがおらんかったら集まるんかな。あ、行ってまた相棒。あ、ウルノーがぶっさいけやな。はいはいはい、4つ族ね。ベロニカも神も。いや、みんなおるね。みんなの記憶が。魚にもなったな。最初のホメノス。エマ。うわ、どうなんやろ。絶対に元気で帰ってきてね。ほう。グレイグよ。その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。はい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 、最初のシーンやね。最初のシーンっていうか、神と出会う勇者の奇跡ってやつ。あ、これあれや、飛び降りたやつや。こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。ベロニカ聖女ね。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。シルビアとアリスちゃん。行ってきゅう。行きましょう。ウルノーガの野望は私たちで止めなくては。マルティナローね。どうかウルノーガなる者を打ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。誰か忘れたけど、今のが今までの記憶。
歩むべきはずの世界やったってことやんな。歩んできた世界ってことやんな。ここどこや。なんかある。あ、魔王の剣。